皆様おはようございます。私は大分市にあります別宝自動車と申します。今日お見せしてますのが、錆止め剤の塗り込みをしている作業の風景なんですけれども、この車は間もなく新鉄の中で、働く構内車になる予定なんですけれども、その車の底にこのように錆止め剤を塗り込んでおります。大分県の場合は東部海岸が瀬戸内海に面してまして、非常に海風、潮風にさらされましてですね、車の底が傷むケースが多いもんですから、このようにして、特に軽トラックとかですね、トラックの荷台とか、このような構内車等の、底の部分はかなり、ダメージを受けますので、こういう作業をしております。この錆止め剤は無色透明なんですが、非常に威力が強くてですね、これを塗り込んで、車を守ってやるとですね、3年から5年ぐらい塗り込まない場合と比較して長持ちがすると、車の底が異次元の強さを発揮するというようなものです。今日はですね、これにして丁寧に二重に底を塗ってもらっております。どうしても機械だけでですね、塗れないところもあるので、このように手塗りと両方作業させていただいております。はい、以上で報告を終わります。